名定文字は、マニプリ語を表記するためにかつて使われていた文字。他のインドの多くの文字と同様のアブギダであり、左から右に書かれる。マニプル文字、マニプール文字とも言う。現在、マニプリ語の表記には、ベンガル文字が使われるが、チベットビルマ語族に属する、マニプリ語の音韻組織に合わない点があることもあり、名定文字を復活させる運動が行われている。 現代の名定文字は27文字から構成され、マニプリ語本来の音音を表すための18文字と、釈用語などを表すための追加の9文字に分かれる。他の多くのインドの文字と同様、死ン字は単独では後ろに母音がついているものとみなされ、それ以外の母音が続く場合には記号を付加する。この他に、音節末の死ンを表すための専用の文字が8文字、存在する。 これによって音節の切れ目が分かりやすくなっている。文字にはそれぞれ名称がついており、独特の順序で配列される。ここでは、K の後ろに付加した形で記す。IU 以外はに付加することもできる。ピリオドのような記号を音節末に置くことによって、その音節が校長の成長を持つことを示す。複数のシーン字に下線を引くことによって、シーン結合を表す。例えばで、 pr を表す。ベンガル文字によるマニプリ語の表記には以下のような問題があり、名定文字はこれらの問題を解決している。名定文字の古い歴史は不明な点が多く、その系統も明らかでない。一説には3900年前から使われていたとも言うが、これでは足を顔を皮膚により、はるかに古いことになってしまう。コアブ村の石刻が、 名帝文字の古い例として知られる。この摂国の時代もはっきりしないが、15から16世紀頃のものかという。ベンガル文字が王室の公式の文字として名帝文字にとって変わったのは18世紀初めであり、この時に名帝文字で書かれた歴史文献は文書にあったという。20世紀以降、名帝文字を復活させる努力が行われるように、 なったが、文字の数がいくつであるかについても、学者の間で意見が分かれていた。1980年にマニプル州政府が27文字の名定文字を公認した。ユニコードバージョン5.2例で、名定文字が追加された。ユニコードバージョン6.1例で、現代の標準以外の文字のための拡張ブロックが追加された。ありがとうございます。